ドッテレビ選手インタビュー。さあ今回はルーキーにご登場いただきます小川龍生選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ小川選手、ファームでも順調に試合に出続けていらっしゃいますけれども、ご自身今のところ状態いかがでしょうか？まあ、自分の長所である守備であったり走塁面ではいいプレーが出てる面と、あの反対に打撃の方ではやっぱりまだ率であったりそこは課題だと思ってるので、あのしっかりまだ結果も出てないので、まあ、いいプレーも悪いプレーも出てるかなっていう感じです。マリーンスファンはやっぱりオープン戦のあの活躍から一気にショートを取ってくれるんじゃないかという期待もあった中で、ちょっとね、下半身コンディション不良というところもあったんですが、メンタル面でもそのあたりは立て直っていますでしょうか？そうですね、あのもう自分の体のケア不足、そこは自分の責任だと思うので、あのそこをしっかり受け止めた上で、あの復帰してからしっかりまずはアピールして一軍に上がれるように頑張ってます。さあまあね、だんだんとシーズンも2ヶ月3ヶ月たると、ただ初めてのことですから疲れも溜まってくると思いますけれども、実際にあのストレスの発散方法などいろいろ拝見したところ、音楽を聴きながら長風呂なんて書いてありますけれども、実践できてますか？そうですね、あの時間があるときは、まあ、あのしっかり体のケアの部分も含めてしっかり 長い時間お風呂に入って、まあ、その中でリラックスするためにあの音楽聴いて入るようにしてます。で、小川選手の中ではやっぱりそういう日々のルーティンの含め試合のルーティンもあのホームページをね見ると、ラインは右足からまたぐというご自身のお決まりがあるそうですけれども、これは何ででしょう？特にこう右からまたごうって思ってやってたわけじゃないんですけど、はい、そのなんか試合やってる時とか、まあ、普段もそうなんですけど、何事もこう右から入らないとちょっと嫌な気分になるというか。そうなんですか？はい、階段とかドアとかも全部普段の生活の中でもこう右から入るようにというか、入らないと気持ち悪いので、まあ、それがまあ野球のそのラインを右からまたぐっていうところにもつながってるかなと思います。じゃあちょっとたまたま歩数が合わないときはあえて合わせるようにラインは右からまたぐようにする。そうですね、はい。あ、そうですか。ね、でも本当に左からもし入っちゃった場合は一旦下がってもう一回右から入った方がいいかもしれないですね。そうですね、はい。みんな右利きですよね、全部。右利きです。じゃあもうそれはね、もう体に染み付いていらっしゃると思いますので。はい。これからも統一していただきたいところがあると思いますけれども、はい、あの入寮するときよくお話に上がっていますけれども、あのコーヒーメーカーを持参するなんていう話がありましたけども、はい、活躍されてますか？そう、毎日。おお、そうですか。はい、コーヒーメーカーってことはもう豆から引くんですか？いや、あの豆は専用のもう作ってあるやつを、うん、まあ、セットして、まあ、水だけ入れてはい、成長するって感じですね。ああ、そうですか。いつもどれぐらい飲むんですか、コーヒーは？これは朝、コップ一杯だけ飲みます。もうこれがそれこそルーティン。そうですね、はい。いつぐらいから実践してるんですか？大学生の時ぐらいですかね。ああ、大学生の時に、まあ、コーヒー飲み始めて、自分でコーヒーメーカー買うようになって、そこから毎日飲んでます。さあ、野球の方のお話に戻りますが、前橋育英ご出身ということもあります。二、はい、つ先輩に西武の高橋コーナー投手がいて、で対戦したい投手にもこの高橋投手の名前を挙げられていらっしゃいました。実際に高校時代というのはその高橋投手のボールというのをバッターボックスで感じることはありました？記憶の中では1打席だけ紅白戦というかそういった形で打席に立ったことは覚えてます。その時はですから1年生ですよね。はい。どんな印象でしたか？あの時はもう優勝投手ですもんね。そうですね、あのまず打席立った時に、まあ、体が大きいので距離近いなっていう風に感じて、まあ、怖さというか、まあ、全然あの、まあ、高校1年生っていうことでまだまだ技術的にも未熟だったので、もう本当に怖がって打席に立った記憶があります。結果は覚えてますか？結果は覚えてないですね。あ、そうですか、はい、もしかしたら嫌なことはすぐ忘れるタイプなのかもしれませんけれども、ね、あ、ただプロになって先に入った高橋光成投手をご覧になって印象はいかがですか？
そうですね、一回り体も大きくなっていて、球の強さもすごい高校時代に比べたら増してるので、今ではやっぱりチームを代表として投げてるエース格のピッチャーだと思うのですごいなっていう風に感じています。はい、プロ入りしてから例えば連絡をするような間柄だったりするんでしょうか？いや、プロ入ってからそこまで連絡は取ってないですけど、はい、その入団が決まった時は電話いただいて、おめでとうっていう風に言ってもらいました。ああ、そうですか。それは対戦をしたい。はい、はい、はい、イメージとしては何かワークものはもうすでにありますか？そうですね、打席でまだ見たことがないので何とも言えないですけど、やっぱりストレートが力強いので振り負けないようにっていうイメージは持ってます。そもそも対戦したいというのはやっぱり先輩だからというところなんでしょうか？そうですね、先輩、そこが一番大きいかなと思います。じゃあ早いところまた1軍に帰ってきてと。はい、まず1軍に上がれるように、はい、やっていきます。そのために小川さん、もちろんいろんなね、守備面とか打撃面大事なことがあると思いますけれども、今は何が課題だと思って1軍に向けて取り組んでますか？今は本当に、守備でも走塁でも、1段階レベルアップすることを目標にそこはやっていますし、もちろん課題である打撃はずっと振る量も増やしたりだとかいろいろ考えながらやってるので、まずはしっかり走攻守全てにおいて1軍レベルに達することが目標というか課題だと思うので、もうとにかく全部においてレベルアップできるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。オープン戦でもファームでも盗塁はきっちり決めていて、このあたりも自信はありますか？そうですね、盗塁は自信がある部分なので、またもっともっと精度を上げていけたらなっていうふうに思ってます。一軍では今ね、藤岡選手とエチェバリア選手でまだ争っている状況ですから、ここに割って入るのは簡単なことではないと思いますが、ただそこへ割って入らなきゃいけない選手だと思いますので、そこへ向けてですね、ぜひ今シーズンまだまだこれからです、意気込みを聞かせていただけますでしょうか？そうですね、やっぱり もちろん2人のことは意識しつつも、やっぱり自分のレベルアップが一番の一軍への近道だと思うので、とにかく自分にフォーカスしてどんどん自分のレベルを上げていけるようにやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まずはでは編纂を積みながら、早くまたZOZOマリンでお目にかかれること、一軍デビューを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。小川隆成選手にお話を伺いました。チャンネル登録お願いします。